フランキー・フリッシュ。これは彼がフォーダム大学の出身であることから来ている。1919年、フォーダム大学卒業後にニューヨークジャイアンツへ入団。マイナーリーグを経ることなくメジャーデビューを果たす。早くからチームのキャプテンに指名されたフリッシュは3年目の1921年に49盗塁を記録して初の盗塁王となる。 打率はこの年初めて3割を超え、それ以降11年間ずっと打率3割以上を維持していた。ジャイアンツ時代には1923年に最多安打、翌1924年にリーグ最多得点をマーク。1921年からは4年続けてワールドシリーズに出場した。1926年、フリッシュはロジャース・ホーンスビートのトレードで、 セントルイスカージナルスに移籍する。翌1927年には208安打、打率337をマーク、自身2度目の投塁王となるとともに、守備でも補え札閉殺数でリーグ最多を記録するなど、攻守で活躍を見せた。この年に記録した641補殺は、1シーズン補殺数のメジャーリーグ記録である。 フリッシュは1930年代のガスハウス・ギャングと呼ばれていたチームを兼任し、1928年以後4度ワールドシリーズに出場する。1933年以降は監督兼任選手となり、1934年のワールドシリーズ進出は自らの指揮によるものである。選手としては1937年まで出場。 翌年からカージナルスの監督に専念するようになった。フリッシュは1938年までカージナルスで監督を務めたが、この年はチームの成績が不振でシーズン終盤で監督の座を退く。1940年からはピッツバーグパイレーツを率い、1944年に90勝を挙げるもののリーグ制覇はできなかった。 さらに1949年からはシカゴカブスの監督を務めたものの在籍時のチームの順位は毎年7位から8位と全く振るわなかった。監督としてリーグ制覇を成し遂げたのは結局兼任監督であった1934年の一度きりだった。フリッシュはパイレーツの監督を退いた翌年の1947年記者投票により アメリカ野球伝道入り選手に選出された。球界を離れてからは、ラジオの実況放送を何年か務め、ジャイアンツのコーチもしていたが、1956年に心臓発作を起こしてから、それらの活動も制限するようになっていた。その後フリッシュは、アメリカ野球伝道のベテランズ委員会の委員長職を務めた。その影響力は大きく、特に彼のチームメートだった選手たちの、 電動入り選考については多くの批判があった。1973年、フロリダでのベテランズ委員会の会議から車でロードアイランド州へ戻る途中に交通事故を起こし、負傷1ヶ月後にデラウェア州ウィルミントンで死去した。74歳。2246試合、1138勝1078敗、勝率514。 ワールドシリーズ出場1回ありがとうございます。